続いては Y1 の表彰に移らせていただきます。まずは中間スプリント賞からの表彰です。6週間領事中間スプリント賞を取っていったのはアウトドアライフレーシング大谷聖太選手です。おめでとうございます。どうぞお上がりください。さあ一番高いところに取っていただきましょう。プレゼンターは兵庫県議会議員藤本様をお願いいたします。中間スプリント賞は株式会社ハヤト様から頂戴いたしましたアスリチューンポケットエナジー4本セットが贈られます。おめでとうございます。そして兵庫県副賞といたしましてジャム3個入りのセットです。おめでとうございます。続いては加藤市副賞といたしまして伝之助うどん4人前が贈られます。長田様お願いいたします。おめでとうございます。まずは中間スプリント賞を表彰させていただきました。フォトセッションに移らせていただきます。笑顔でというリクエストをいただきました。ありがとうございます。いかがでしょうか。藤本様、長田様、ありがとうございます。いやポーズ もう素晴らしいですね。お一人でも行きましょうか。フォトセッションです。よろしいですか。先週一人でのフォトセッションです。おめでとうございます。そしてこの後はトップ2の表彰式とさせていただきます。 Y1 カテゴリー今回出走が6名でした。その中で完走を見事遂げました2名の選手ここで表彰させていただきます。なおトップでフィニッシュしました川木選手が今回オープン参加ということで2着3着の選手を1位2位と表彰とさせていただきます。それでは第2位です。コラッチョ川西 U19 三上翔吾選手。そして優勝はアウトドアライフレーシング大谷聖太選手です。おめでとうございます。またまたの登場となります。それではプレゼンターまずは藤本様にお願いいたします。さあこの2名の選手に賞状そして副賞が贈られます。優勝した選手には IRC 井上ゴム工業株式会社様からのアンブレラ、2位の選手には OGK 兜様からのバーテープが贈られます。まずは賞状の表彰、賞状の授与をさせていただきます。おめでとうございます。優勝大谷選手、そして2位は三上翔吾選手です。おめでとうございます。副賞も送らせていただきましょう。そしてこの後も兵庫県副賞がまだまだあります。優勝した選手には兵庫県産絹娘、そして山田錦バーム兵庫県議会議長賞、賞状も贈られるということです。合わせてセットでお渡しさせていただきます。おめでとうございます。もうよく食べてねというねお声もかけていただきました。そして三上選手には山田錦よもぎ織餅と山田錦バームが贈られます。おめでとうございます。藤本様ありがとうございました。続きまして加藤氏の副賞です。こちらもたっぷりご用意いただきました。プレゼンター長田様に引き続きお願いいたします。まず優勝した選手にはもち麦2キロ、伝之助うどん4人前、播州ラーメン、いちごジャム、桃キーマカレーが贈られます。2位の選手にはもち麦2キロ、そして伝之助うどん4人前、播州ラーメン、さらに純キーマカレーが贈られます。おめでとうございます。たっぷりと召し上がってください。おめでとうございます。それではフォトセッションです。お二人もちょっと中からチョイスしていただいて
袋ではなくですね、中の商品見せてもらってもいいですか。どんなもの入ってるかな。先ほどご紹介させていただきましたけれども、あ、それぞれプレゼンターのお二人からね、これがいいんじゃないかというアドバイスもいただきました。さあ、それではフォトセッションです。モデル大丈夫、ありがとうございます。さあ、長い距離で行われました、お二人でもフォトセッション行きましょう。今日10周回ですからね、約70キロで行われました。 Y1 のレースではなかなかありません。改めて大きな拍手をお送りください。走り抜きました、おめでとうございます。ありがとうございました。この後はリーダージャージの自由へと移らせていただきたいと思います。さあ、まだまだ表彰式続いていきますよ。 Y1 の、まあ、このユースリーダージャージ授与の後にはフェミニンカテゴリーの表彰も待っております。え、こんなに副賞あるのすごくないですか。たっぷりですよね、ありがとうございます。さあ、では続いてリーダージャージの授与へと移らせていただきましょう。で、ユースツアーリーダー、このユースリーダージャージを引き続き着用していただきますのは、アウトドアライフレーシング大谷誠太選手です。拍手でお迎えください。それではリーダージャージジュエットをこの後移らせていただきます。長田様、よろしくお願いいたします。さあ、それぞれプレゼンターの方にはこのこいのぼりのデザインの発表を着ていただいているんですけれども、その長田さんのグリーンと同じこのグリーンのジャージとなります。 U17、まあ、ユースリーダーが着用するランキングトップの選手のためのジャージです。この後はフォトセッションに移らせていただきますので、プレゼンターお二人もどうぞ前へとお進みください。ありがとうございます、ナイスポーズ。藤本様、長田様、ありがとうございました。長田さん、あの次のポーズもよろしくお願いします。あ、そして、あの選手一人でも撮りますよ、選手一人でも写真撮ります。あ、いいですね、両サイドにナンバーワンということで、リーダージャージ引き続き着用となります大谷選手です。おめでとうございます。やっぱりリーダージャージを着用しているとね、レース中でも、あ、ここにリーダーいるんだなっていうのがすぐ分かりますよね。おめでとうございます。